殺害された小島陽子は最近何かを調べていて、その頃から様子が変わってしまったようだ。また牛光高校で噂されている後ろの少女の幽霊の話にそっくりな夢を見たという。陽子は幽霊の噂を調べていたのだろうか。美術教師駒田によると、噂は15年ほど前から語られ始めたようだ。そしてその頃、牛光高校の女生徒が行方不明になったらしい。はい、というわけですね。じゃあやっていこうかな。まず移動かな？学校の方へね。美術室、どっちかな？いきなり美術室行っちゃおうか。第2章、謎の言葉。さあ、やってまいりましたよ。話の続きを聞かせてもらいましょう。失礼します。呼ぶ。駒田先生はいないや。帰っちゃったのかな。ダメか。じゃあ先に学校の前に来た方がいいかな。生徒が一人いる。暇そうだし話を聞いてみよう。呼ぶ。なんだい。僕は宇津木探偵事務所の探偵なんだけど、少し話を聞いてもいいかな。探偵？昨日起きた事件を調べてるの？もちろん協力するよ。いかにもモブって感じの子ですね。まあ黄色いんで駒田さんから聞いていきましょう。駒田先生知らない？美術室にいないんだけど、帰っちゃったのかな。先生に用があるの？今職員会議中だからチャイムが鳴るまで会えないよ。会議中なのか。終わるまで待つしかないか。じゃあその間に他のこと聞いてみましょうか。この間殺された探偵クラブの女の子だね。この間殺された探偵クラブの可愛い子だろ。英語の先生だよ。かっこいいって言ってる女子も結構いるよ。100% 怪しい先生ですよね。もうそういう先生はね、絶対何か起こすんですよ。伸び伸びできるいい学校だよ。変な名前だけど。その自覚はあるんだね。今ぐらいの時期によく現れるっていう話だよ。みんな気味悪がってるのに、それを調べてる子がいるそうなんだ。誰のことかは知らないけど。なんか時期的な問題なんですか、後ろに立つ子っていうのは。ある時期が来ると出てくるみたいな。そんな気味の悪いことする人の気が知れないな。美術の先生じゃなーんちゃって。完全に熊田先生ですよ。君本当に探偵なの？かっこいいじゃん。ありがとう。特に何もこれといって聞けないな。もっとなんか聞く。見せる。これだ。この子が小島陽子さんだけど。あ、その子なら 2,3 日前に見かけたよ。あれが小島さんだったのか。 2,3 日前なら殺される直前だ。じゃあ聞きましょう。陽子さんはどこで見かけたの？旧校舎のところに一人でいたんだ。何してたんだろう。来ましたよ、旧校舎。もう怪しすぎるよね。旧校舎？ああ、あっちにあるよ。そういえば、僕が旧校舎で見かけた小島陽子さんって、写
写真で見るよりずいぶん暗い感じの。その頃には取り憑かれちゃってたんでしょうね。こんなこと言っちゃいけないけど、ちょっと気味悪かったな。うん、じゃあ行きましょう。旧校舎、もう怪しさがプンプンしますよ。もうここだとカマちゃんの直感は言ってますね。静かで薄暗い、こんなところで陽子は一体何をしてるの。そしてさ、なんでここだけ壁の色が違うの。もう怪しさがにじみ出てるよ。調べる。これだよ、この壁だよ。この壁だけ他のと色が違う。ここだけ後から塗り直された。何が埋まってるんですか。何が石の中にいるんですか。こんなところで陽子は一体何をしていたんだろう。調べる。このカンカンも、よー！おい、何しとる？ちょいびっくりした。ん？あんた、うちの生徒じゃないな。実は僕。生徒でもないならこんなところに用はないじゃろう。帰った帰った。ちょっと聞いてみようか。生徒でもないならこんなところに用はないじゃろう。帰った帰った。またこいつもジャロか。ジャロ使いか。しょうがないな、見せる。ん？生徒手帳を持ってるじゃないか。そうか、転校生じゃな。全員の顔知ってんの？え、この人は先生なのだろうか。なんか用務員さんなんじゃないの？年前というところかな。昔からいる用務員さんみたいなね。あなたは。わしは田崎というもんだ。ここの用務員になってかれこれ20年だわい。陽子、2、3日前ここで女子生徒を見かけませんでしたか。それが何だというか。なんか後ろめたい感じになってるよ。その生徒が先日殺された小島陽子かもしれないんです。事件のことはご存知ですね。まずい、年齢層が高くなってきてる。そう、ファミコン探偵クラブは油断するとすぐジジイババアの世代に突入していきますからね。気を抜くとすぐシルバー事件化しますから気をつけてください。もう一回聞く。なんか心当たりあるね。つまらん噂じゃ。なんか知ってるな。そんなことに興味を持つとろくなことにならんぞ。なんか知ってるよ、この人は。犯人ではないけどなんか知ってんだよ。どうした、考える。急にそわそわしだしたように見えるわ。この女の子ここで見かけませんでしたか。いや、見かけんかった。今、あーって顔したじゃん。おい、ちょっと待ってくれ。あんた何者じゃ。僕は宇津木探偵事務所の者です。探偵事務所？あんた探偵なんか。小島陽子さんの事件を調査するために来ました。知ってることはありませんか。さあの、わしは忙しいからもう行くぞ。行ってしまった。怪しいね。考えるかな。もうここにいても無駄かな。しかしあの田崎という用務員、ちょっと気になるな。じゃあ移動しましょう。なんかあれだね、消えた後継者やってるからか進行がスムーズだよね。
駒田先生はいないようだな。こうだったらこうかなみたいな進め方の勘がすごいうまくはまるようになってます。駒田先生は会議中か。チャイムが鳴るまで会えそうにないな。こういう時はね、意味もなく呼んだりするんですよ。駒田っつって誰もいないのに返事があっても怖いけど、そのあたりは平吉にね鍛えられたんでいろんな作品が飾られている。意味のない選択肢をいっぱい選びましょうみたいな。あれ学校の前かな。もうほとんどの生徒たちは帰ってしまったようだな。もう夕方だね。そうだね、だいぶ平吉に手こずったもんね。ねえ、あそこで平吉に殺意さえ覚えたもんね死ねばいいのにまで言ったからねねえ、そこまでカマちゃんをイラつかせるとはもう大したもんですよ。職員会議はまだ終わらないみたいだ。遅いなぁ。職員会議は意外にあゆみさんがこの辺りにいるとか。もうほとんどの生徒たちは帰ってしまったよ。見る。え、どこ？辺りでいいかな。職員会議はまだ終わらないみたい。あ、あゆみさん来た。あれはあゆみちゃんだ。どこへ行くんだろう。よし、ついてってみよう。ねえ、かまちゃんが言った通りでしょ。あゆみさん来るのかな。廊下にさ、こんな、あゆみちゃん、こんなさ、こんなところに鏡ある。これ廊下のどこよ。だって突き当たりでしょ。廊下の突き当たりのこんなとこに鏡あるかい。あら、怪しすぎるんだけど。どうしたんだろう、あゆみちゃん。心ここにあらずって感じだ。怪しい。もうこの角度がね、怪しさ満点だよね。そして怖いよね。なんかこういう構図って怖いよね。嫌な構図取るな。いろんな人に聞いてみたんだけど、陽子が後ろの少女のことを調べていたかどうかはっきりしたことは分からなかったの怖すぎない？怖いよね、この構図。怖いよね。わかるよ。でももし彼女が後ろの少女を調べていたとしても、彼女が殺されたこととどうつながるのかしら。あ、田崎さんって用務員の田崎さんよね。あの人がどうかしたの？さっき旧校舎の前で会ったんだ。そう。やたらテンション低いね。どうしたんだ？考える。見せる。あの、あゆみちゃん、ちょっと待て。これをあゆみちゃんに見せるのは。どっち？渡しておいた方がいいの？そんなバッドエンドみたいなのないよね、ファミコン探偵クラブって。渡しておく？これなんだけど。陽子を殺した犯人を私、絶対に許さないわ。警察が返してくれたんだ。あゆみちゃんに渡しておくよ。じゃあ預かっとくね。はい。この学校の用務員さん、少し変わったところはあるけどいい人よ。うん、なんかあのハリーポッターにもああいうやついるよね。なんかクセモノ用務員みたいな。だいたい用務員っつうのはもうクセモノなんです。
まあ、ガマジャンそこ断言しますけど。くせ者がなる職業が、業務員みたいなもんですから。考える。彼女はなぜ、そうだね。ここへやってきたんだろう。あのね、実はここで、陽子がこんなことを言ったのを思い出したの。陽子の様子が変わってから少し経ったある日、私、この鏡の前に立っていたの。すると、後ろから近寄ってきた陽子が、私にこう言ったの。あゆみ、あの、後ろの少女のことだけど、彼女、本当に、あなたの後ろに立っているかもしれないわよ。怖すぎるんだけど。それじゃあまるで陽子さんが自分のことを後ろの少女だって言ったみたいじゃない？陽子、それだけしか言わなかったの。どういう意味だったのかしら。陽子、一体何を言いたかったんだろう。私、なんだか怖いわ。あ、職員会議が終わったようだな。コロンボに会いに行こう。失礼します。おお、わしも今戻ったところじゃ。もうこの人に会うと安心するよね。絶対味方感が出てるもんね。あ、ここへ来たのはその生徒だったんじゃろうか。うん、そうだよ。薄気味悪い話じゃの。あ、田崎ね。用務員じゃ。変わり者じゃが悪い男でもないぞ。はい、知ってます。はて、お前さんに何かを教えてやろうと思っとったんじゃが。なんです？それが思い出せんのじゃ。結構重要なことじゃったような。もうまたこのパターンですよ。おとぼけモードに入りましたね。何を教えてくれようとしたの？はて、なんじゃったかの。秘密じゃ。先生に手帳を見せれば。ちょっと、ここへ来たのが陽子かどうか確認。返してくれる？まだいるかな。あゆみちゃん、ちょっと失礼します。あ、いた。よかったよかった。あゆみちゃん、どうしたの？ずっと鏡の前にいたの。大丈夫？さっきの生徒手帳、もう少し貸しておいてくれない？うん、あなたが持ってて。やっぱ返して。ありがとう。預からせてもらうよ。問題。あるあるですね。もうこんな時間なんだ。私そろそろ帰るね。さよなら。帰った方がいいよ。ずっとここにいないでさ。うん、気をつけて帰ってね。どんどん怖くなるから。こういうやつ多すぎないか。どこへ行っとったんじゃね。だいたいなんか健忘症の毛がある登場人物ばっかりですから。何かね、きっかけを与えてあげないと思い出せないんですよ。ん？誰じゃそれは。昨日見たやつをもう誰じゃそれはですからね。あ、その子じゃよ。わしのところへ来たのは。うん、それ昨日聞いたから。本当ですか？うん、顔ははっきり覚えとったからな。やたら話を聞きたがる彼女の様子は気味が悪いほどじゃったぞ。なぜあんなに熱心に後ろの少女の話などを知りたかったんじゃろうの。やはり陽子は後ろの少女を調べていたのか。でもそれと事件とのつながりはまだわからない。陽子。間違いない。話を聞きに来たのはその子じゃよ。うん、そのことを聞きに来たんだけど。薄気味悪い話じゃの。あ、
思い出したかな、気づいたことはてなんじゃったかなまだか、まだきっかけがいるのか。田崎さんは用務員になる前、お左官屋だったそうじゃあいつの仕業じゃないですか。もう何隠したの、あそこに。左官屋というのは壁を塗る職人じゃ、知っとるじゃろ。もしや、あの旧校舎の壁を塗ったのは。ああ、あの壁のことか。さよう、田崎さんが塗ったんじゃ。かなり前、あれが崩れ落ちた時、田崎さんが修理したんじゃ。さすが元プロ、うまいもんじゃの。何か塗り込めましたよね、そこにね絶対そこに何か埋め込んだよ。あんたといい、小島陽子といい、なんでまた後ろの少女のことばかり聞いてくるんじゃ。ああ、そうそう、そうじゃった。あ、来た。何ですか。昨日話した失踪した女性とのことを今日調べてみたんじゃ。すると浅川忍という当時一栄の生徒だったことが分かったんじゃよ。浅川忍、名前が判明しましたね。どんな生徒だったか記憶にはないんじゃ。ただ彼女は何かの事件に巻き込まれたのではという噂だったと思うが。事件というところで、すまんが今日は帰らせてもらうぞ。さらばじゃ切り上げますね、はい、ありがとうございました。移動する。え、もうこれでおしまい？2章早くない？ただいま戻りました。お疲れ。え、もう推理していいの？理由はどうあれ、小島陽子は後ろの少女を調べていたようだ。そして噂の元になったとみられる15年前、突然行方不明になった少女は浅川忍という牛光高校の生徒だった。彼女は何かの事件に巻き込まれてしまったようだが、それが陽子の事件とつながるのだろうか。推理の後で考えてみる。これが調査の基本だよ。もっとす、あ、考える。なるほどね。そういえば、あの田崎という用務員の慌てぶりは何だったんだろう。調査は順調かい？まだ何とも言えません。先生の事件はどうなんですか？僕の方は頼まれた事件のあらましを説明してもらったところだ。15年前に金田源次郎というこの町のスナックのオーナーが殺されたらしい。なんか急に話が広がったな。当時有力容疑者とみられた男性がいたそうだが、数日後に死体で発見されたんだ。自殺してしまったそうだよ。つまり本当のことは何も分かっていないままなんだよ。へえ。手がかりは何もないんですか？ああ、犯行時その現場に居合わせたとみられた人物がいたそうだ。その人物は当時牛光高校の1年生で、浅川忍という女の子だった。つながった。その子それ以来行方不明なんでしょう。ん？なぜ君がそれを。先生、2つの事件には何か関わりがありそうですよ。今から警察署に行って金田事件の話を聞いてきたまえ。おお。はい、行ってきます。なるほどね。まあ一日終わるにしてはちょっと早いなって思ったんですよ。あ、もう終わってる。第3章、金田事件。